Ah, c'est ok. よし、明けましておめでとうございます。今日ね、ちょっと私がね、年女ということで、ちょっとうさぎのプーパーするやつ。めっちゃ声、いいや。ブルンブルンだ。やすさん、これ何？おせち、ありがとうございます。すいません、すいません、すいません、すいません。すいません。これがあんま安定しない。ヤスさん、おせちありがいっぱいありがとうございます。ここからの前田マーさんと、ただの魚さんと、クロちゃん、明けおめありがとうございます。クロちゃん、ハッピーニューイヤー、ありがとうございます。あと、何これ。センスありがとうございます。ハンジャミオモリちゃん、明けおめありがとうございます。クロちゃん、かわいいありがとうございます。ドンちゃんさんと、クロちゃん、お餅ありがとうございます。ジェポネルさん、明けおめありがとうございます。あと、タカさん、お餅ありがとうございます。あおちゃん、明けおめありがとうございます。あと、クロちゃん、おせちありがとうございます。オッケー。メタユタ、明けおめありがとうございます。謝るを語る主人になりたくてさ、おんぱありがとうございます。ハンちゃんメモリ11杯センスありがとうございます。アウイさん、あけおめありがとうございます。アリケ、あけおめありがとうございます。そうそう昨日はカウントダウンライブでしたね。はい、カウントダウンライブでしたね。はい、なんかカチューシャの、なんか髪飾りがカチューシャの人とか、何？髪飾りの人とかいっぱいいたんです。帽子の人とかいっぱいいたんですけど、私なんか何？あれだったんで、カチューシャだったんです。RK、お餅ありがとうございます。カチューシャで、なんかカチューシャとなんか髪飾りのこれがあって、なんか、このカチューシャに髪飾りがついて、髪飾りがをつけるみたいな、そうそう、髪飾りがついてるようにするカチューシャ、そうそうそう、それをやってて、なんか私衣装も上野遥さんなんで、上野遥さんのなんですけど、なんか髪飾りも上野遥さんので、衣装も上野遥さんので、なんか私いろいろ衣装着たことあるんですけど、なんか何、上野遥さんのなんか上野遥さんのを着ることが多くて、普通に上野遥さんの衣装をめっちゃ着ます。なんかわかんないけど、いっぱいなんかタグにね、名前が書いてるんですけど、上野遥か、上野遥かって。グリギャンさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。あと、お餅ありがとうございます。愛知の配信で、ちょっと戦い方、そう。なんかね、何？いおりさんがね、前おいでって言ってくださって、前おいでって言ってくる、だからちょっと早送りカレンダーの時言ってましたな、タタタタタタタの時、
初夢見たか見てないです、まだ。さやまろを語る詩人になりたくせさん、先生ありがとうございます。涙姫さん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。福岡のゼロさん、今日もありがとうございます。そう、ゆりさんがね。初日の出見たって見てない。ちょっと寝たかったので、ちょっと初日の出より睡眠かなと思って。見れてないです。年越しそば食べた、いや食べてなくて、私そばがアレルギーで、なんか食べてないです。ピコピコーン、ピコピコーン。みんなミックさん、あきおめありがとうございます。あきおめじゃない、ハッピーニューイヤーありがとうございます。クリゲンさん、あれ読んだよね。あの、アイテム読みましたよね。ハッピーニューイヤーとお餅ありがとうございますって。そうなんですよ。だから、あの、なんかハウステンボスの、なんかあの、楽屋みたいなところでも、あの、そばをね、置いてくださってたんですけど、私食べれなくて、なんか、あの、ゆいなと、ゆいなもそば、なんか苦手らしくて、そうそうそう。ゆいなもそば嫌いらしくて、で、さえさんも嫌いだから食べないって言って、で、なこさんも食べないって言って、食べれない人たちと集まって、ちょっとあの、お弁当ないですかって聞いてて、マネージャーさんに。ランニングマンさん、先生ありがとうございます。そうそう、みんなそば食べてたけど、私何も食べないでね、終わるのはちょっと嫌だなぁと思って。はい。そしたら、ゆいなも嫌い。ゆいなも嫌い。クリエンさん、あきおめありがとうございます。ランニングマンさん、あきおめありがとうございます。どんちゃんさん、おもちゃありがとうございます。だから、コーンスープとか、あとお菓子とかをいっぱい食べてた。あと差し入れとか。チーズケーキがあったからね。チーズケーキも食べた。そう、すぐ帰った。で、なんかセレモニーの時に、さやさんが出るんですけど、その時になんか、このカチューシャ取ってもいい？って言われたので、あ、はいって言って。そうそう。私の、あの、何？カチューシャは、サエさんに渡りました。セレモニーの時に。だから、セレモニーの時は、私、髪飾りしかつけてなかった。ハウステンボスのチーズケーキかな？美味しいよね。わかんない。私、ハウステンボスのチーズケーキかわかんないけど、うさぎの人メンバー多いんで、そう、なんか昨日うさぎ年のメンバーで撮ったんですけど、そう、みやびさんとあきさんと山内ゆうなさんと、ひなちゃんと、私と小田さんです。そう、私は、今年は年女です。そうそう。
あとね、何なんやった？あと何の話？あと、今日、あ、昨日ね、エミリーさんに、なんか、あの、なんか、ハンチャ取ってきてって言われたから、行ったんですよ。で、何何怖い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 って思ったら、ちょっと待って、なんか、何や、エミリーさんにね、ハンちゃんちょっと来てって言われて、で、なんか行ったんですよ。そしたら、なんか、肩組まれて、あの、え、ショールームで私のこと言ったよねって。なんか、T シャツのことを言ったよねって言って。で、私が、はい、言いましたって言ったら、でもなんか、やっとお話できたからよかったなーって思ったけど。だよね。でもそっからはね、何、声かけてくれたりね、優しくしてもらってたからよかったんですけど、叩かれはしなかったです。そうそう、なんか。なんかついてる。うん、何これ。まあいいや。クラウスお芋、お餅ありがとうございますって言って。って言われたんですけど、私は、周りにはさやさんがいましたね。で、楽屋に戻った時に、さやさんが、エミリーの T シャツなんか、独特だねって言って、エミリーの T シャツとなんか独特って言ってた。だから、あ、今チャンスやと思って何、あ、エミリーさんの T シャツダセーって言ったんですよ。そしたら、え、エミリー、じゃあ声聞こえちゃった。そう、仕返ししたんですね。そしたら、え？え？って。で、今なんて言いましたって言って、今なんて言いましたか。え、これのどこがダサいんですか？とか、エミリーさんめっちゃ追い詰めてきて、そう、すっごい、なんか、面白かった。あ、仕返ししました。仕返しをしてやりました。ハンちゃん妙立中と、クラスさんと、ドンちゃんさんと、アーリケード HKT 調達をしたおもちゃありがとうございます。泣いた、泣いてない。泣いてないです。ちょっと仕返しをやってやりました。今日はワニのおもちゃ買いに行きようって、あ、大きい方の方がおすすめです、
この間に画像を作ってるん。え、画像？何色が好き？濃いピンクが好きかな。90日おめでとうってありがとうございます。ケロックニさん、おもちゃありがとうございました。昨日は何したっけ。最初に作食べをして、作食べをしてからぶっ倒れをしました。お餅食べたって食べてないです、まだ。作食べの後にぶっ倒れをして、その後に6機だけでスキスキスキップをしました。で、その後にシカラシカを、その後は何したっけ、分かんない。ちょっと待って、スキスキスキップしてから十分幸せが始まりましたね。で、なんか白い白線のなんかそれを4期の皆さんがやって、その後に初恋バタフライを6期だけでして、そうです。すずちゃん、ゆいてみぎで服の話題をって、そうなんですよ。そう、よかった。ひなちゃんの誕生日お祝いできた。お祝いできましたね。昨日誕生日プレゼント渡して、昨日ね、渡せなかったから、なんか暗くなったっけ。なんか照明が変わった。あ、そう、白線の内側でのやつで、初恋バタフライやったらシカラシカをして、あ、そう、白線の内側でだ。ラモさん、何だったっけ、センスありがとうございます。福岡のゼンさん、おもちゃありがとうございます。それで、なんかそのリハだったんですよ。違う、リハがその前日の前の日にやったんですよ、ハウステンボスのリハが。で、その時にリナさんの誕生日を祝うって、なんかマネージャーさんが、なんか、リナの、あ、栗山の、栗山に今からケーキ渡しに行くんだけど、って言ってて、誰か行く人って言ったら、ロッキーみんな手挙げてたから、私もちょっと手挙げたんですよ。そしたら、ココッペと私がケーキを持って行って、やりました。そうそう。もうみんな手挙げてた。私も手挙げてた。キアで27歳になりました。おめでとうございます。ワイト大ちゃん、秋山もいっぱいありがとうございます。ハンちゃんも料理中、センスありがとうございます。夜のライブ見たんかね、見てないんですよ、それが。そう。私ね、リナさんには、なんかね、ポーチの、なんか、ここに、真ん中に、ポチャッコの、なんか人形、顔人形みたいな。をリナさんにあげました。ハンちゃんみよりちゅセンスいっぱいありがとうございます。そうそう、もうみんなで、ね、手あげてて、本当に
もうりなさんはもう話しやすいから、そう話しやすくて、ハーステンボスでライブあるんでしょうか。あ、昨日終わりました。昨日終わりました、ちょうど。だから来年あったらって感じですね。ヤスさん、あとお待ちありがとうございます。あれね、昨日皆さん藤子子のメール見ましたか？見てない方今いらっしゃる？見た方いる？藤子子のメール、藤子子のメール、藤子子メール、モバメの、あんちゃん見守り中、先生ありがとうございます。あ、そっか、今年やね。藤子子がね、昨日帰りのバスが藤子子となんか前後だったんですよ。私が藤子子の前で、私、後ろが藤子子だったんですよ。で、後ろが藤子子で、なんか眠たいけど寝れんよね、なんかって言ってたんですよ。そう、なんか眠たいけどなんか寝れん、分からんけどって二人でなんか語ってたんですよ。で、二人で携帯してたんですよ。そしたら私ちょっと眠くなっちゃって寝たんですよ、5分後にぐらい。で、藤子はほんと寝てなくてずっと起きてたんですよ。ずっと帰ってたから、あ、ずっと寝てたから、私が。だからメールでなんかちょっと裏切られた気がしますって言ってた。そう、私がちょっと眠たくなっちゃって、じゃバスで寝たんです。でも隣がココッペだったんです。なんかおかしい、これ隣がココッペで、本当にココッペは面白い寝方をしてた。なんかもうわーみたいな、口開いてて半目で、でも取ればよかったなって思って。そう、昨日ね、ほんと逃走中は見たかったんですけど、なんか何？見たかったけど、ほんとに見れなくて。本当に見れなかったから。でもママがね、録画してあるって言ってくれたから録画をしてます。何か豊さん、ハッピーニューありがとうございます。クリケンさん、興味ありがとうございます。何か豊さん、おもちゃありがとうございます。そう、ありがち。なんかうわーって寝て、なんかすごい私の肩にこんなんやって、なんか、はんちゃん何時に寝たの？何時だろう、な、時間見てなくて全然、寝たい寝たい寝たいみたいな感じ。でもなんか最後らへんね、ココッペ起こしたんですけど、もう着くときにね、ココッペ、お、もう着いたよってやったら、あ、はい、えってなって、ここどこ、ここどこってなって、
で、いぶきさんがね、夜公演じゃなくて、なんか、夜の部が出れないから、カウントダウンができなくて、先輩たちに、ブーバイバイ、ブーバイバイってね、ブー来年だよね、とか、昨日言ってて、あの、いぶきさんはめっちゃなんかへこんで帰りました。出れないから、福岡のゼロさん、ハッピーニーありがとうございます。ゼロくん、明夫もありがとうございます。アンダーデビュー公演で画像にケバブの気づきます。大丈夫、もう一つ食べたってまだ食べてないです。そう、でもひなのさんも出れないからね。でもひなのさんはね、ブーギョブー行くよって言って一緒にね、帰ってた。一緒にね、楽屋から出て。年越しトマト寿司食べたら、おいいな。こうしとこうかな。これさ、なんかね、カメラがここにあるの。で、カメラがここにあるんですけど、なんか、こうしたらね、カメラに指が映っちゃうから、こうしたらさ、逆に動いちゃうからどうしようって。携帯は逆にしたい。本当に無理だ。もう。あんちゃんが春田の話したから、あんちゃんの話したから、春田の子供の頃子供の頃見て。じゃあもうね、来年、何、もう10年後には髪をピンクにしているかもしれない。10年後には、まあ、ピンクに染めてるかもしれないです。まあ、わかんないけど。わかんないけど。まあ、黒髪のままかもしれないし。黒髪のままかもしれないし。でも、ピンクにしたからわかんない、ほんとに。クリゲンさん、興味ありがとうございます。初夢を見たとき、見てないです。夢見てない、本当に。もうずっと寝てたから夢は見てないです。はい、こうしたい。え、皆さん夢見たんですか？本当に夢見た。最近メール取り始めました。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今年の目標はね、なんかね、いっぱいあるんですけどね。今年の目標は、まあ、まずは、パジャドラを成功させて、で、パジャドラを成功させて、いっぱいね、公演に出たいと思います。いっぱい公演に出て。
ぱい公園に入れてって感じです、はい、お正月映画見る、お正月見ないですね。映画っていうよりかはバラエティ系を見ます。本当にね、パズドラ緊張してる。本当にもう、もうね、リハーサルが緊張する。本番、本番も緊張するけど、なんか、本当に、もう緊張する。やばいやばい。はんちゃんのパズドラ相談したからありがとうございます。楽しみにしたく。もう本当に緊張する。やばい。緊張するよ。ですごくない？これね、なんかこんな知らないなんか顔の子がね、めっちゃ動くね。ここのね、肉球をしたら、ピコン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 ってなる。アンコールも出れる。そう、全部出れるんです。12時半公演だから全部出れます。今年の8月がじゃあいつするの、もうまだ迷ってるんですよ。夢見てなかった。すっごい爆睡してた。一緒です。メタルタンハッピーニューイヤーありがとうございます。少年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 。防衛隊。調査隊。少年防、防、少年、探偵さん、少年探偵さん、少年探偵さん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。あと、プラットダイちゃんいっぱい、あきおめありがとうございます。探偵です、探偵。そうでもね、中学生になったら、アンコールが出れるんですよね。だからもうあとちょっとで中学生になれるから、はい。何？コンサートがあっても、何？アンコールも出れるからね。8時までじゃないから。MC とか周りの先輩がフォローしてくれるから自信を持てば確かに、確かに。もしがめちゃ指輪出る。そうで、なんかね思ったけど、なんかよしさ、私よりガチャガチャのさ、なんか情報めっちゃ私よりガチャガチャのさ、なんか情報があるんだけど、本当に面白い。小学生4人でなんかしたね。そう、何かしたい、本当にしたいんですよ。なんか、ね、生意気ディップスみたいな感じでやりたい。中学生は9時なので、そうだから私は9時まで出れます。来年、来年じゃない、今年だ。
みの木か。クロちゃん先生ありがとうございます。イナちゃん泣いちゃうね。でもイナはねあんま泣かないから。はんちゃん、あおり、今年してほしい。そう、あおりしてみたいんですよね。一回はやりたい。一回はやってみたい、あおりを。ゆいなは来年も小学生か。若い。え、私来年、私も今現役で小学生なんで、ちょっと若いです。若いです。はい。現役小学生でーす。イェーイ。私も若いでーす。私も若いでーす。アンダーデビュー公演 MC 間違い。確かにちょっとしそう。ちょっとね、緊張しちゃうと。ヤスさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。ヤスさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。ロッキーってあんまりなんかないよね。そう、泣かない。はい。あんまり泣かないですね。でも、なんか泣くとしても、ゆいのしか泣かない。はい。そう、ランドセルも卒業。今度 MC で見る。なんかでも私がねパズドラ初めて出るときはエミリーさんが出ないんですよね。だからエミリーさんが出ないから、ひなたも、あ、そう、ひなちゃん、え、もうね、ひなちゃんは、ゆいなより泣く。もうね、ひなちゃんは、もうゆいなの方が泣かない。そう。本当だよ、これ、本当に。ゆいなは、ま、本当になんか必要な時っていうか、全部必要だけど、どんな時だ、なんかこけた時とかしか泣かなくて、ひなちゃんが一番泣く。ひなちゃん、そう、ゆいな、私もゆいながね、あんま泣いてるとこ見たことないんだけど、ひなちゃんがいっぱい泣きます、本当に。ウリゲンさん、清めありがとうございます。ひなちゃんめっちゃ泣いて、そう、メイクがもう全部落ちて、アイシャドウもね、アイライナーもしてたのに全部落ちちゃって、ほぼすっぴんな感じでひなちゃんはコンサートに出ちゃって、そうそう出ちゃって、泣いてね。なんかなこさんが卒業された時もね、もう小学生組でなんかあのライブを見てたんですね。出れないから、そしたら幕張メッセの時に、そしたらなんか小学生組のなんかりなちゃんと私とゆいなとひなちゃんで見てたんですよ。あ、なんかライブでなこさんが卒業しますって言ったら、もう なんかもうひなちゃんがめっちゃ泣いてて、あん時もひなちゃんが一番泣いてた。そう、なんかみんなちょっとね泣いてたんですよ。私もちょっと泣いてたんですけど、
なんかもうひなちゃんがいっぱい泣いてたからやばいと思って、もう本当にやばい感じ。ワンちゃんさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。小学校卒業前に JC 通ってたりなんかやる、そう、本当にやりたいんですけどね、なんかあんまりやってなくて。あんまり。オンライン握手会の追加しておいてありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。25分ぐらいになったらランキングを読みたいと思います。ハンチは30歳まで会えず。その話を、なんか、今日の、違う、生き死にね、生き死じゃないわ。生き死にしたんですよ。リンカちゃんと、私とココッペで、バスっていうか、なんていうの？車両みたいな。まあ一緒だったんですよ。帰りの。で、そしたらなんか、何歳まで続けるみたいな話をリンカちゃんが振ってきて、で、どうしようって言ってて、で、ココッペが、私30までしようかなって言って、ココッペは30までしようとか。で、リンカちゃんはまだ決めてないって言って。で、ココッペが、ハンちゃん50までやるでしょって言って、あ、やるやる、50までやるって言って、めっちゃなんか50までする、してアピールみたいな、ココッペからされて、じゃあココッペも50までしてね。まあそれ、ふざけてなんですけど、50はさすがにやばいからね、52。ランニングマンさん。何先生ありがとうございます。そう、リコプさんは28歳だったけどね、結構お若いかな。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。まだ早いけど、ちょっと待って、無理無理無理だった。さやちゃんが今現役最年長で、そうです。でもさやさんめっちゃせやめっちゃせめっちゃ若く見えて可愛いしさ、そう、ハーステンポさん、ハルミ見えた？見えてないんですよ、それが。さ、ココッペね、メルさんに見えるってめっちゃみんなから言われてたんです。大工ハタ、ありがとうございます。お年玉もらえるの？そう、お年玉もらえる。今テーブルの上にはハンナユイナカレンダー置いてる。ありがとうございます。
ハッシュタグキツナ48メールでガチャガチャリンクの画像載せないとありがとうございます。私はもらったら何に使うの？私玉もらったら一旦ママに渡す。ママに渡して何置いてもらう、使いすぎないように一旦置いてもらう。さえちゃん足怪我してるから。そうなんですよ、足怪我してて本当に。大チューブみたいな。行きしってことは反対は返し、帰りです。行きしは行きしですね。中学生の頃お年玉1万、1万はやばい、やば。待って、じゃあどこにあるかわかんない。なんかママからいっぱい LINE 来たんだけどさ、なんか LINE のマークを押したらさ LINE 開けちゃうからダメなんだよ。だから最後まで見れなくて無理。しかもどこにあるかもわかんないよ。もうどこかわかんない、もういい。ハウステンボス終わった後、ライブ終わった後ハウステンボス遊べた、遊べてないです。公式のツイッターでウィンクして写真載ってる。そうウィンクして、なぜかウィンクしてた写真を載っけられた。じゃあ今からランキングを読んでいきますね。ルミさんオンラインオンライン迷ってます。いやね、迷ってたら絶対来てくれたら嬉しいです。なるみさんお願いします。はい、では読みます。13位ダイカありがとうございます。12位チヨポンダヤさんありがとうございます。11位ジロ君ありがとうございます。10位アールキーありがとうございます。9位ただの魚さんありがとうございます。8位さやまるを語る主人になりたくてさん、なりたくてさんありがとうございます。7位福岡のゼロさんありがとうございます。6位ランニングマンさんありがとうございます。7位じゃあ5位ハンちゃん見守り中ありがとうございます。4位クロちゃんありがとうございます。イヤスさんありがとうございます。2位クリゲンさんありがとうございます。そして1位はアンチャカちゃんブラッドダイちゃんです。ありがとうございます。ブラッドダイちゃんありがとうございます。はい、ではちょっと今年もよろしくお願いしますということで、はい、今年もよろしくお願いします。まあ今年はパズドラもあるということで、いっぱい公演に出れるように頑張ります。頑張ります。では、終わります。今日も来てくださってありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。